はい、こんにちは、ブロコスです。まあ、実際のね、サーバールームって暑いのか寒いのかっていうところだけどね。まあ、前回は、とりあえず地下施設に侵入して、まあ、硫酸弾でいろいろと溶かしつつ、トロフィーをゲットして、こいつを寝起きドッキリ。ベベ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 ベこいつ強くない？レオンの表編でもさ、シンプルにドケランぶちかましたのにさ、なぜか生きてたっていうんで、ちょっと強いんだけど、こいつマジで。多分、ありとあらゆるゾンビの中で一番耐久力が高い。まあ、持久力。とにかく進んでいきましょう。で、ここピンって開けたのはいいんだけど、まあ、とりあえずね、ここを明るくしたことによってすごい元気に盛り上がっているゾンビちゃんたちが、なんかあの草に囲まれた草、に囲まれたなんかね、お口パックリさんとかがね、出てきちゃうので、ここなんかをどんどんこういうふうに打ち込んで上から降ってくる。あ、燃えてる燃えてる燃えてる、いいねいいね、もううわー、ちょっとミスった。違う、お前を燃やしたかったわけじゃないんだ。そのまま、はい。火葬。アメリカではありえない。圧倒的火葬。あ、生きてるな。熱っ。あ、ちょ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 。ダイナミック火葬。熱っ。なんかあの、層とかでさ、層とか、あとなんだっけ、あのなんかファイナルデッドコースターシリーズ、ファイナルデッドシリーズか。なんかでさ、こう人が燃えたりとかするシーンとかあるけど、あれ結構こう本場なのかどうか。あ、ちょちょ、間違えた。しまった。これ、やつを G4 ぶちのめすのに結構重要なアイテムなのに、間違えた。なんかあの、軽くバチュって変なところに、ちょっと待ってよ。そうなんだ。これで、生きてたね。いや、生きてたのかわかんない。生きてたのかどうかわからないけど、よし。違う。はい。はい。お疲れ様です。で、戻ってきたから、とりあえず、トロフィーの裏を見て、金のゴマだれを手に入れに行きたいと思います。特にトークが浮かばない。やばいね。最近ね、トークテーマがね、パッとこう思い浮かばなかったりするんだよね。よし、これで裏をチラッと見て。はい。なるほど。テトリスと。オッケー。じゃあ、テトリスでいこうか。テトリス。あれ？これだね、アホなこと言うと、あ、ほら、そうなので、アホなことを言ってるとね、あのね、なんだったっけ？あ、違う。最後あれだ、棒じゃないんだ、点々だった、しまった。いいですか、皆さん。アホなことを言うと、記憶が飛んでいくんですよ、っていうね。はい、ペケン。謎解きが終わった後に、さらに謎解き、これ謎解きじゃないのかな？多分謎解き、一応あれ、なんで、忘れた。謎解きの後に、時は謎解きの場。お邪魔しまーす。で、あ、違うな。こいつ。ありがとう。爆発力。圧倒的爆発力。ワクチン注入。現在注入より挿入の方が好きだな。カートリッジに合うように液量を調整してください。結構あれだね、なみなみ継がなきゃいけない系女子なんだな。なんかミスった気がする。ほいで、あ、これミスったな。違う、こっち、チュピン、違うな、あれ、ほんでからに。間違えたね、これ、圧倒的にね。違う。圧倒的に間違えるってなんだ。とりあえず、これで注入しとこうか。これ、
ほんとボタン操作が結構ね個人的には苦手というか難しいというか、そう、ほいで戻して、もう一度戻して、 OK できた。うん、エナジードリンクの色ってなんかこんな感じするよ。実際に瓶から出してみたら、あ、こんな色してたんだみたいなことよくあると思う。それを思ったら俺だけではないやつでね。 OK カートレッジ、じゃあ戻りましょう。ワクチンを拾って、まあ、ラスボスと戦う直前、ラスボスじゃねえわ、何だったっけな、何をしてこないか、よっしゃ、あ、やろう、装填しなかったな。降りていきましょう。 OK じゃあ装填しておいて、ここでワクチンが出来上がって新しい敵が出てこないっていうところが、なんかまだ RE2 の親切設計だったりするよね。どうなんだろうな、敵の数って妥当なのかな、無限武器手に入れちゃったから少なく感じるのかもしれないけど、だからたまに、いやでもボスの時に結構余ったしな。だから本ちゃんバイオと比べて弾の節約とかっていうことを考えると、まあ全部の敵を仮に倒していったとしても十分な弾薬数はあるんじゃないかっていう気はするけどね。うん、実際この部屋とサーバールームの温度ってそんなに変わらない気がする。パソコン1台使ってこれ今収録してるけど、パソコン使ってるだけでもものすごい熱くなってるのにさ、アリポンさんなんかはよく、まあこれ、まあ、10年くらい前の話だけど、アリポンさんなんかはね、よく氷枕をプレゼントして差し上げていますみたいなことを言ったりとかして、ね、まさにそれをしないといけないってなるので、よし戻ろう。そう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 、だからサーバーなんかがあんなの集合体になったとしたら、多分もうほんと爆発するくらいの熱さになってると思うんだよね。よし、じゃあこれで、巨大化ウイルス注入して、戻ってなんかいろいろ復活してるとかしたらやだ。大丈夫だよ。仮想現場。思い切ってね。まあ、ここに戻ってくることはもうないんでね。こいつが一番やるかもしれない。ビリビリさせる。流されとかさ。実際どっちから戻る方が早いんだろうね。はしご使うとどうしてもなんか遅く感じるけど、実はこれ遠回りしてるような気もしなくもないんだよね。はい、じゃあ戻ってまいりました。薬液散布します。ピーピー、薬液を散布します。オッケー、雑草は駆除しないとね。ないわよ。警告、ないわよ。規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。こいつらがいつ落ちてくるの？あなたは懲戒処分される可能性があります。すでにもう待機してるもんな。オッケー。よし、じゃあこれ合体して。さあ、いよいよ待って。G3。オッケー。おらららら。俺全身死ぬだろう。よいしょ、おやす、おい、お疲れ様でした。あといるっけ、いないよね。ここ戻るところにいるから、しちょしちょ、かっこ、あ、ここ行った。こっちには来ないんだ、気づいてないんだね。どうしようかな。あ、ちょっと待って、これ、よいしょ、なになになに、ちょ、あ、あ、え、は、あれ、ちょっとフォースが乱れすぎて、フォースが乱れすぎて、シンプルに、この野郎てめえ、ナイフ返せ。シンプルにフォースが乱れすぎた。あ、びっくりしたー。後ろから全然気づいてなかった。多分後ろからギャーとか言ってるのかもしれないけど、あ、これどんだけ出てくるんだよ。焦ったー。まだ生きてる。他にもいる。あれ、
お前あんだけ食らっててまだ生きてんのかよ。生き返るまでちゃんと観察してるからよ。あーもうダメ、そんなことしたらもう心臓に悪いわ。心臓に悪くて悪すまです。ほらオッケー。あれでもさっきのあれだと知らなかったんだよな。まあいいや、もう戻ってこないしな。あーもう本当になんかもうちょっとドッキリ食らわされた感じがしたわ。マジでありえねえデコンス。はい、まあちょっとね、あの次回修羅場に臨んでいきたいというふうに思いますんで、一旦ねこの辺りでね、あの終わりにしたいと思います。ぜひね、あのチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、ブルーホースのドッキリまたまた見たいなって思う方はね、次回パートもお楽しみにお待ちいただけたらというふうに思います。ということでね、アイテム整理してね、ちょっと持ちすぎなんだよな。いやでも使っていこうか。うん、 OK。 じゃあね、アイテム整理をしたところで、本編終了とさせていただきたいと思います。今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。ゴンス。